ゆかりさんですよ。女の子を助けたと思ったら別の強い魔物に襲われ、さらに別の人に助け、まったく、お前たち悪ガキ3人組はどこまで人様に迷惑をかけたら気が済むんだ。ごめんなさい。ライザたちを怒らないであげてください。3人が来てくれなかったら私は魔物に。そうだな、私たちは駆けつけるのは一歩遅かった。捜索を頼まれておきながら不甲斐ない話だ。でもすごく強い魔物から私たち全員を助けてくれたのもお二人ですよ。そう、そうなんだよ、アガーテ姉さん、ドカーンってすごかったんだから。お前は少し懲りろ。まったく。まあ良いではありませんか、アガーテさん。結果としては全てうまくいったのですから。お父さん。ルベルトさん、しかし何か悪いこと企んでそう。そういう先入観を持ってしまったのは私の心が汚れているからだろうか。カンペルさんとリラさん、それにライザ君だったかな、このジャジャウマ娘を助けてくれてありがとう。時折ふらりと対象を離れる悪い癖があってね。ごめんなさいお父さん。何、構いやしない。ここまで馬車に乗せてもらったお返しだ。探索と救助の報酬もベッドで受け取っているしな。この人たちは娘さんの救助を頼まれた人たちでいいのかな。こちらがアンペルさん、そしてこちらがリラさん。あなたたちも村に用事が。私たちはクリント王国の遺跡調査をしていてね、この辺りでは空剣島が有名だと聞いたんだが。確かに空剣島にはその手の遺跡があちこちに残っているな。村の中にもある。うん、噂通りか。しばらく滞在させてもらえると助かるんだが。無理ならこの近辺で野宿するだけだ。いや、うちの村の大事な客人を助けてくれたんだ。そりゃくに扱うつもりはない。それなりのもてなしをしよう。そうか、ありがたい。大人の話ってなんでこういちいち回りくどいんだろうね。旅先でもみんなこんな感じだよ。世間体って言うんだって。それなライザ、お前は後で説教を追加だ。ミオさん同伴でな。うえ早速友達ができたようでよかった。短い間かもしれないが娘と仲良くしてやってくれ。はあ。それでは村へご案内します。アンペルさんたちもご同行ください。まあとりあえず無事に帰宅できてよかったねって。クラウディアちゃんかわいい。新しいお友達もできて、偶然にも大事な客人を助けることができて、冒険の成果としては十分だね。ところで商人さんはどうしてこの島に来たのだろう。ようこそラーゼンボーデン村へ。私が村の世話役を務めるモリッツ・ブルネンです。この人もなんかすごい悪そうな人だな。わからないこと、困ったことがあれば何なりとこのモリッツにご相談を。よろしくモリッツさん。互いに良い商売ができるよう取り計らっていただきたい。ええ、このモリッツにお任せを。我が村の空剣フルーツを商いたいとのことですが。ええ、現在市場にほんのわずか出回っているものが中央では好評でして、ここでは空剣フルーツと呼んでいるのですが、中央ではリュコの実と呼ばれています。なんせこの空剣島独自の作物ですからな。リュコの実も商品名としては悪くない雅な響きですが、それにしても中央は首都アスラームバートですか。まさかそんなことになっていたとは。私たちが食べる分の余りを行商人に売っただけだったのですが、わからないものですな。私はその空剣フルーツを流通させるルート作りにやってきたのです。しばらくの間ご厄介になります。ええ、どうです、私が提案した結果、この勝機到来。互いに力を尽くし良い結果につなげましょうぞ。
歓迎の宴を準備してあります。どうぞこちらへ。私がご案内いたしましょう。なんせ宴の会場は我が屋敷の庭ですからな。あのお父さんと話してる声の大きな人が村長さん？村長さんではないけど、村の顔役みたいな、モリッツって人。人のいるところに口も手も出してくる、やたら偉そうなおじさんだよ。村長じゃないのに偉そう。もしかしてお金持ちなの？お金もだけど、どっちかというとお水持ちかな。島の高台にお屋敷があって、その敷地に水源があんの。こんな田舎の島だと水を持ってる人が一番偉いんだよ。まああれだよね、水の供給が止められたら農家は商売上がったりですからな。さて、商人さんは空間フルーツというものの流通ルートを作りに来たと。どんなフルーツなんだろうね。高田なんてすごく綺麗な島だよ。そう？ありがとう。ルベルトさんに言われたからじゃないけど。ん？これからよろしくね、クラウディア。うん、こちらこそ、ライザ。さてと、次はどこに行けばいいのかな。とにかくミニマップに従って歩きましょうか。お、話すことができた。初回で話ができなかったのは、まだその段階じゃなかったからか。町の人といっぱいお話ししましょう。いいものをくれるかもしれません。RPG ではいっぱい NPC に話しかけたものが勝つ、と思ってます。実際はどうなのか知らん。この、意味ありげな場所に配置されてる NPC とか。ただ島から出たいだけの人でした。ライザたち以外にも、島の外に行きたいと思ってる人はいるのね。そりゃそうだよね。ずっと島の中で一生を終えるなんて、ねえ。やれやれ、クラウディアも歓迎の宴にご出席か。そりゃそうだよ、主賓の娘さんなんだから。また会う約束はしたんだからいいじゃない。俺たちがひどい目に遭った。新しい友達ができた。初めての冒険の終始はトントンってとこかな。ううん、黒字だよ、大黒字。何？そんなにクラウディアと友達になれたのが嬉しかったの？まあ、ここじゃ俺らくらいの年の女の子ほとんどいないしな。もちろん、それもすごく大きいけど。あ、よう、ライザとその他おまけども。ボス。誰がおまけだ、誰が。ああ、こいつが偉そうな人のお坊ちゃま。島を出た途端魔物にやられて、流れ者に助けられるような恥さらしが一人前に反論か。なんでそれを。守り手たちがみんな船着き場でぼやいてんだよ。身の程知らずのバカガキどもがいい迷惑だってな。痛い目を見てもまだそんな反抗的な態度か。反省もしてなさそうだな、ライザ。いい加減部をわきまえて、こそこそ道の端でも歩くよう心がけるんだな。どけよ、俺たちはこれからモリッツさんの歓迎の宴に出席するんだ。きっとそのうち分からせられるんだろうな。新しくしてりゃいいのに。わざわざ島を出たりするから村中に恥をさらすことになんだよ。ライザ、突っ立ってねえで。うん。さ、家に帰りましょう。今回の動画はいつも以上に何も喋ってないぞ。だからちょっとだけ動画時間長くします。そうだ、星空の綺麗な夜だし、ここで写真でも撮ってみようか。フォトモードワット、これだ。写真の撮り方がわからねえ。いいや、後で調べておこう。ただいま。
ライザの部屋はどこなんだ。で、この人がもしかしてお父さんだったね。ずっと畑仕事をしているお父さん。ウプ主のお父さんと一緒だね。あ、ウプ主も農家の子供なんです。虫が大の苦手だったので、畑仕事を手伝ったことはほとんどないけど、年末年始だけは虫が出ないのでお手伝いしてます。そしてライザの部屋は2階でした。おやすみ。恥さらし、身の程知らず、いい迷惑か。島の外に出るってそんなに悪いことなのかな。そりゃ今の私はなんてことない私だけど、まず最初の一歩を踏み出さなきゃどんな遠くにも行けないと思うんだけどな。はあ、ライザー、またレントとタオが来てるわよ。うん、お邪魔します。いつもすいません。ミオさん、今日も綺麗っすね。ライザ、ニュース持ってきたよ。ニュース？なんだ、まだしょげてたのか。ボースの言ったことなんか忘れちまえって。そうだよ、それよりライザが喜ぶと思ってさ。ニュースだよ、いいニュース。何よ、古い本の図画ってのはどうでもいいわよ。本当に落ち込んでんだな。違う、そういう僕の大ニュースじゃなくて、あの二人、アンペルさんとリラさんだよ。あの二人が旧市街に家を借りたんだとさ。場所聞いてきたから一緒に行ってみようぜ。錬金術とか言ったっけ。興味あるんでしょ。錬金術、うん、何グズグズしてんの。行くわよ二人とも。まったく、元気になったと思ったらすぐこれだ。ま、部屋でボケっとしてるよりはいいだろう。俺たちも行くか。話によれば、ボーデン地区から旧市街に入ったら左手の方らしいよ。ということで、二人が家を借りてるところに押しかけることになりました。いよいよ錬金術についてのお話ができるかな。そうそう、このゲームはライザが立派な錬金術師になるゲームですから。難易度レジェンド、これは最上級の難易度ってことか。まあ、ウプ主には一切関係ないね。なんかいろいろと追加されましたが、今回の動画はここまでです。ではでは、See you!